改札口周辺プラットフォーム駅前風景。須崎駅は、高知県須崎市原町一丁目にある四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は、K19。須崎市の代表駅であり、志国土佐時代の夜明けの物語を除く、全特急列車が停車する土産線の重要な拠点駅である。当駅を、始発、終着とする列車が多い。 当駅久保川駅間の普通列車の運転本数は5往復と非常に少ない。駅舎に接した単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の合計2面3線のホームと側線を3線有する地上駅。島式ホームの幅は非常に狭い。ホーム間連絡は古線橋を使用する。特急列車はすべて1.2番線から発着する。発車標や 自動放送の設備はなく、列車の案内は、駅員が放送で案内する。コンクリート作りの駅舎を持つ直営駅で、緑の窓口と自動券売機がある。駅舎は近年改装され、須崎駅前郵便局が当駅に移転し、須崎駅内郵便局に改称した。校内にはかつて組取式便所が設置されていたが、駅舎横に水洗トイレが設置された。このトイレには、 ハピレットという愛称が付けられた。須崎の市街地は、大野郷駅から土佐新城駅にかけての沿線に広がる。須崎市役所へは、大間駅が近い。東駅周辺の市街地は錆びれ、大間駅周辺の市街地の方が賑わいを見せている。ありがとうございます。